配信サービス大手の UNEXT は23日、プレミアリーグと新シーズンから7年ものパートナーシップ基本契約を締結したと発表した。発表資料によると、日本国内での全試合独占配信のほか、ザ・エミレーツ FA カップも独占配信決定。今後ホテルや商業施設などへの提供を拡大、とある。 8月17日に開幕する遠藤渡るも三笘薫がプレーする最高峰リーグと歴史あるカップ戦 FA 杯を日本でも安心して観戦できる環境が整った。資料には、日本国内における全試合の独占配信を開始いたします、との文言がある。同日、突然、スポットブナウが23から24年シーズンまで国内で配信してきた同リーグについて、 一方的な契約終了を報告していた。宙に浮いた形と見られたプレミアリーグの日本国内での放送、配信だったが、UNEXT が新たな長期契約を発表し、落ち着いた。突然の秘宝、X などでは、プレミアファンからの悲鳴が上がっていた。同時に、昨季、各節数試合を無料で生中継してきた ABEMA や、スポーツの生配信に積極的なダズン ユー u Next といった配信大手に期待を寄せる声が出ていたが、勝者は U Next だった。